本武則、フォークに納得いかない？29日に放送された、日本放送、ショーアップナイタースペシャル、巨人対阪神で解説を務めた江本武則氏が、阪神青柳晃洋について言及した。開幕投手の青柳は4回まで巨人打線を無失点に抑えるも、0対0の5回に先頭の吉川尚輝に2塁打を浴びると、続く戸郷翔征の打席中にフォークで2塁走者の吉川を3塁へ進めてしまう。戸郷を打ち取ったが、佐々木俊介のショートへのフィルダースチョイスで先制点を許すと、2アウト後、梶谷隆幸にツーランを浴びた。青柳は5回3失点で降板した。江本氏は試合後、青柳のボークの場面について、あそこの場面がちょっと納得がいかないですよね。あそこでなんでピッチャーが考えなきゃいけないの。そうことがあるんですけど、あれが一つのきっかけになりましたよね。本当は梶谷を徹底して勝負しなくちゃいけないのに気持ちが違うところに行ってしまったと納得がいかなかったようだ。青柳今年もあかんのか。江本は阪神 OB ちゃうからね。ベンチがアホや言って出て行ったやつやから。除名や。除名。何回 OB 言うといて。フォークも情けないけど、一塁への送球ワンバンで投げるか、プロ野球やでピッチャーやで。青柳の内容は決して悪くなかった。不運な相手の好守備と、わけのわからんフォークからおかしくなった。まとめるとひどい試合だった。明日は倍返しをお願いします。今年は、得意の読売ビーキの引き倒しで、読売が優勝やろうもんな。でもやんなんやから僕なんか盗まれたら、野村とかいうヘボキャッチャーのせいや、思って投げてましたよ、くらい言えばよかったのに。先輩は先輩や。青柳は投球以外の動作が結構うるさいからな。袖触ったりグローブ上に上げたり、今回ボーク取られたズボン触ったり、少し神経質なところがあるのかも。まあ3、4、5番が揃ってノーヒットでは、点は入らんわな。特に大山と佐藤のバッティング内容はひどすぎる。かよ、日本もピッチクロックを。青柳見てたらイライラするわ。関西のチームとは思えん。あんなん、おかんにすぐ怒られるわ。ピッチャーって、そういうところも考えた上で投げるんじゃないの？